を、はい、ツールを活用であります。はい、今音合わせしましたよ、これ自分が映ってからの音合わせやりやすくなっちゃってって、はい、ということで、どうもどうも皆さん、マグリでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。危険な場所なんでちょっと移動しよう。今日はですね、前回の動画でお伝えしました通り、もうサクッと四国帰ってシルカーボックス持って帰ってきて、アイテムを揃えていこうよという、回でございます。よいしょ。あー、ここに帰ってきたか。もう早速帰るぞ。早速帰って、もう持って帰ってくるわ。で、建築楽しもう、四国での。本日もやってまいりまーす。シャッター。マグロかぶり出しちゃったよやっぱ姿映ってんだったらねっていうところあるじゃん。あ、オレンジできた、オレンジ。だいだい、そうそうそう、これでいいんだ、これでいいんだ。だいだいを持って、ほいでからして、オレンジ作って、ありがとうございます、して、大きに大きに。ではね、もう全然プチチャリ関係ないんだけど、ここから、四国までネザーの中でどれぐらい時間がかかるのかタイムアタックやろう。もちろん今回は一番最速であるレジェンドうまこで帰りますから。レジェンドうまこで帰ってシルカーボックス持って帰ってくるぞ。そしてアイテムいっぱい持って帰ってるからな。もう行くだけは大丈夫だと思うんだよな。行ってこい、うまこ。ダメージ食らってたらすぐに乗って移動すればなんとか間に合うはず。おっしゃー、しゃー、オッケー。それでは皆さん、タイムアタックを開始しましょう。よーい、無言でいくよ、無言でいくよ。よーい、スタート。はい、到着。どれぐらいかな。暗視がちょうど2本とか、必要だったんで、10分ぐらいですかね。やってまいりました、四国でーす。ご無沙汰でーす。ご無沙汰ってほどでもないですけど、やってまいりました。とさ、平和ですねここはね。今日私は何を、するのかというと、シュルカーボックスを開けて持ってくるっていうのがね、任務なので、はい、まずはチェストいっぱい作んないといけないということさ。はい、そのために、そうですね、アイテムの整理から始めますかね。ちょっとはい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 ってして、でここの木材を全部1個ね、ブワバッと変えて、で全部ね、ブワバッとチェストにしちゃって、こういうことだと思われるよ。ここにもこうして、こうして、あ、ブワバッ、これダメじゃんな、これダメだもんな。あー、今出てる、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 よいしょ。はい、ご覧ください。多数のチェストが設置されました。こいつはどけられないから、もうちょっとね、チェスト増やそうと思うんですよ。あー、もうあと6つしかないから、まあこれぐらいでいいかね。じゃあちっちゃいのここに何個か重ねとこう。よし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 、あと2つ置けるぞ。でももう置けるところないね。 OK だね。こんな感じにしとこう。ではですね、まずは手短にネザーラックから。ネザーラック、そしてネザー系ですね。ネザー系のアイテムをここの列に、片付けていこう。結構あると思うんだよね、ネザー系。ざっくりとネザー系ですね。これもじゃん。他のところからもしっかり引っ張り出して、どんどんね、あ、ネザー、クォーツじゃんね。クォーツもネザーじゃんね。はい、こんな感じでね、整理をね、していきたいと思います。まあこの整理の様子とか見せられてもしょうがないと思うので、がっつりと早送りじゃない、カットさせていただきます。整理します。整理がつきましたぞ。
ご覧ください、シュルカーボックス、ここには暗視が入っててどうしようかなって悩んでて、ここは開いた、でここに、修繕つけられるブーツ、そして幸運のツルハシが作れるツールが揃っている、もしくはこいつをシルクタッチだけ1個ゲットして、シルクタッチを先に作ってしまうかっていうところで悩んでるんですが、おそらくそっちの方がいいような気がしてきたので、ちょっと待ってね、このダイヤのサラピンのツルハシ、わあわあ、たけたけたけよたけよ、じゃあここはこれで回復させるとして、じゃあこいつに幸運つけようか、でここが合わせて、ここもこれ合わせて、はい、ツールが少しは落ち着くと思います。で昨日やり忘れた国王アイテムはしっかりとね、ジャンル別に分けて入れさせていただいております。はい、入れさせていただいております。でここにも、はい、結構な種類で分けている感じですね。食べ物ボックスを作ろうと思ったんですが、食べ物ボックスはここに用意しているので、それはそれでいいかなと。3つが空ですね。はい、この3つしか空がないっていうのがまあまああれですけど、それではまた10分くらいですかかけて帰りたいと思います。で向こうで経験値貯めてバッチリにして、なんかいろんなアイテム増やして、シュルカーボックスを満タンにして、また帰ってきてやります。それでは再びネザーの世界へ、伝説の牝馬ジャジャ馬子と共に初期リスへ帰ります。うわー、帰ってきました。さすが馬子さん、素晴らしいスピードで帰ってくることができました。先にどうしようかな、エンチャントしたいっていうのもあるので、一旦馬子さんはですね、安全なところでね。ただいま、ママだよ国王。あ、国王の名前つけよう、国王はい、国王の名前つきました。ママ帰ってきたよ、馬子ママがね、レジェンドママが帰ってきたよ。で私は経験値をもらいに行きつつの鶴橋の作成に、行きたいと思うのですが、シルクタッチちゃんがそういえばこっちにいたよね。シルクさん、お、いた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 、いただけます？ありがとうございます。どうもすいませんね、シルクさん、役者は揃った系じゃねこれ。あ、シルクタッチいらなかったのか。何をしてるんですか、私、あなた何やってるんですか。じゃあここのガラスだけ持っていこうかな。うん、こんだけねあればね、砂焼かなくていいから、めっちゃいいじゃん。あら、はい、おかえり。よいしょ、娘が帰ってまいりました。何をするんでしたっけ。あー、そうですね、エンドの方に向かうわけですね。エンドの方に向かうのであれば、そのまま、そうか、本日はですね、ネザーを行き来して、シュルカーボックスを整理する動画でございました。シュルカーボックス整理して、まあここでアイテムをたくさん持って、また四国に帰って、まあ道中にしかもテラコッタも取って帰ろうかなぐらいのことを考えてるんで、まあそれはまた次の動画でということで、本日30秒兄弟のクルプチチャレンジ、今日は修繕とかでツール作って、その後にコンクリートパウダーを増やすぞー、やってまいりましたやってまいりました。この水色よりはこの方を増やしておいた方がいい気がするんです、私は的に。つうわけでお呼び立ていたしましょう。いらっしゃいませ、サバクラフトさんどうもサバクラフトでございます。あ、違う違う、サバクラフトの、人間でございます。どうもどうも、私がサバクラの、管理者という立ち位置で、常日頃やらせていただいております。どうもどうも、サバクラのものでございます、サバクラというすいませんね、サバさん、サバさん申し訳ない、サバさんこれまたオンにしていただいていいですか。あ、オッケーオッケー、分かったよ。では私行きますね。向こう行っていいよね、もうね、いいよね。で中で回収すればいいんだもんね。待ってくださいね、今行きます。そして、この真ん中に、置いておいて、でここに2つシュルカボックス置いて、あー、こういう置き方するとまずいかもな、こうかな、怖いね怖いね。それではサバさんお願いします。押します、よいしょ、はい、やってまいりましたね。オーケー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 、どんどん来てますね、どんどん来てますね。はい、これプチチャレンジ、シュルカーボックス2つがいっぱいになるぐらいまでやってやろうとか考えてるんですけど、どうだろうね。
この後に、またツールをね、復旧しにあっちにも行くんで、あ、大丈夫か、これ満タンにしちゃっていいんだな。あ、違う、テラコッタもいるんだった。テラコッタも持って帰ろうって考えてるんなら、やっぱり隙間開けとかないといけないもんな。空いてるやつで言うと、まあこことか空いてるし、暗視のポーションは開けちゃってもいいのかな。あ、こいつ開くわ、こいつ開くわ。じゃあこの2つ満タンにしてもいいわ。みんな全然問題ないわ。これがそうですね、2つのシルカーボックスぐらいならそんなかかんないと思うんだよね。すごいな、これもね、サバさんのおかげなんですよ。サバさんありがとうございますね。いえいえ、問題ございませんよ。さあ皆さん、まもなくシルカーボックス2つ分6色でたまることとなります。各9スタックずつ、そんな時間かかってなかいと思うんだけどね。はい、ギリギリになったサバさんにね、サバさんに止めていただきますんでね。さあサバさん、まもなくですよ。もう60いきます。60いった。1、2、3、4、はい、止めて。1個ずつ多い、1個ずつ多い。サバさん1個ずつ余ったよ。バイ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 。バッチリ揃いました。ところで、サバさんにはおいとまいただいて、はい、サバさんお疲れ様でした。ありがとうございました。サバさん、最後の締めにツールを復活させようではありませんか。シルクタッチツルハシ、幸運ツルハシ、そして、修繕のついたブーツ、そしてか、修繕ついてるのかなこれ。まあ、いや、後で見るわ。なかなかいい感じの鉄のシャベル、この4つを復活させ、今回の仕事は終了でございます。なかなかに、なかなかに時間がかかる準備がたくさんございましたが、敵対的生物の音を極限まで小さくし、ここはね、溜まりづらいんだよな、非常に溜まりづらいんだよな、非常にね、非常にシルクタッチを回復させます。よし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 。次に、この耐久2のツルハシにまず耐久3をつけ、次に、幸運と効率強化4をつけ、はい、あーもうちょいだね、もうちょいだね。幸運のツルハシも間もなくだね。そういえば今更なんですが、昨日300回だったらですね今気づきました。気の利いたことはせず申し訳ございませんでした。はい、幸運完成。よっしゃよっしゃ、めっちゃいいブーツができました。鉄のめっちゃいいブーツができました。鉄の、はい、ということで修繕はありませんけれども、幸運がついたものであったりとか、ツールを完成させることができましたと。では本日誕生日の兄弟おめでとう。兄弟通信いきましょう。100式ではきつかったですね。次はダブルゼータでということで、ガンダムやないか、ガンダムやないか。あ、まあそうなんですけどね、はい、知ってる人いるで聞いてみました。これは何のお話かというと、エンド要塞の話です。エンド要塞は初期ですから、最大一番遠くても2万1000いくらぐらい しかないんだよと。それ以上離れるとないんだよっていう衝撃の事実が動画の最後に発覚する感じのタイプの動画だったんですけど、衝撃でしたという方が 78%、 知ってる方でやっぱそうですね、この割合なんだないつもっていう感じの割合ですねこれね。ありがとうございます。はい、というわけで本日は、結構長い収録だったけど、皆さんどうでしたで、いかがでございましたでしょうか。そろそろ四国に帰るそんな感じになってくると思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画、そして配信でお会いいたしましょう。ではほな